上が古代都市のパータリプトラ下がビハール州の州都パトナ。パータリプトラはマガダ国マウリア朝よびグップタ朝の都として繁栄した古代インド世界の中心都市の一つ。現在のビハール州の州都パトナにあたる。紀元前6世紀か紀元前5世紀頃、マガダ国の王アジャータシャトルが外政のための拠点としてこの地に城を築いたことから整備が進み、 河川の合流点に位置のりのある、この都市は急速に発展した。アジャータシャトルの後の大雨インの時代には、旧来の首都ラージャグリ派からパータリプトラに首都が移され、その後、長くマガダ国の首都として繁栄した。パータリプトラで発掘された柱の頭部の遺跡。古代ギリシャ芸術とペルシャ芸術の影響を受けている。紀元前4世紀。 インドは大陸の大半を征服することになる。マウリア朝の時代には、パータリプトラの繁栄も頂点に達し、マウリア朝の初代王、チャンドラグプタの時代に、パータリプトラを訪れた、ギリシア人メガステネスの記録によれば、無数にあるインドの都市の中で最大の都市であった。しかしマウリア朝の第三代王、アショーカの後、チェーティアサの王カーラベーラや、 インドグリーク朝のオーメナンドロスイッセイラがパータリプトラに脅威を与え、またマガダ国自体の政治的地位も低下していったため次第に衰退した。グプタ朝時代には再び巨大帝国の首都として繁栄の時代を迎えたがその後次第にインド世界の中心都市としての地位は失われた。ありがとうございます。